言葉にはあまりたくさん力をあげないでください。レシェイプの皆さん、おはようございます。本日みんな紹介したいのは、どうやって我々は言葉から切り離すというのをことです。では早速参りましょう。もしあなたの大好きの人はあなたに対して愛するというのは、あなたはどんな気持ちを体験するのか。それはやはりすごくね、温かい気持ち、ぬくもりとか感じています。逆にその人はあなたは嫌いと言われたら、まあショックにもなります。同じく自分の大好きな人は、まあお医者は自分の大好きな人はあと数ヶ月しか生きていないと言ったら、何が起こりますか。めちゃくちゃショックじゃないですか。もう途方に暮れたみたいな状態になる。絶望に近い。そもそも言葉は何でしょうか。今気づきなんでしょうか。すごくね、この言葉だけを変えると、そのいろんな場面を与えるとものすごく自分の感情が変わる、自分のムードが変わると気づきなんでしょうか。言葉はそもそも何でしょうか。大昔ながら、そうですね、縄文時代とかですね、もっと昔で、その時代では何が起こったかというと、みんなはあまり言葉をしゃべらなかった。みんなは絵を描いたり、自分の手振り身振りを使ってコミュニケーションを取ったわけ。でもそろそろこれは終わって、でみんなはそれよりも言葉を、まあ、つけたということです。で、言葉はどうやってつけたかというと、言葉はただの音です。唇で、喉で、あと、舌で、まあ口でに発生する言葉です。発生する音です。これは言葉に過ぎないです。しかし前の、まあ、想像のエクササイズに言った通り、言葉はあまりにも我々の心についてる。でもどうやってその付け方を切り離すかというと、一つエクササイズを紹介したいと思います。まずは紙一枚を手に取ってください。そしてその紙一枚では、自分が一番の傷つくの言葉を20個ぐらいで書いてください。まあそのすごくね、もう極端のシナリオ、あとその極端の場面を想像してください。でそれを書き出す。それ書き出したら、その言葉をランキングしてください。1から100。100は一番最悪で、1はまあまあまあということですね。そしてそのリストから一番高いの数字なんですけれども、取ってください。ちなみにその数を与えるときには、そのランキングするときには、一番のポイントは5秒以内で答える。つまりあまり頭で使わずに直感で答える。これはポイントです。でそれ答えたら、一番の高いランキングのやつを、一番最悪のやつを取ってください。で今はその自分の このやつは自分についてくっついてるというのを想像してください。そして今はちょっとメディテーションか、もちろんもしあなたはステータスエクササイズのご存知でしょうか、ステータスをやったらそこからメディテーションに入る。でつまり瞑想に入る。で瞑想に入ったら、今はちょっとガイデンスしたいと思います。指導したいと思います。その指導は、最初は
その言葉をくっついたままで、本当に空高くに自分の体から、魂がこう離れている。高くから我々は自分のこう自分の人生の盾を見てる。その人生の盾を見てる。で、空を見たら下と今と過去、未来と今と過去。最初は過去に行きましょう。過去に飛びましょう。過去に飛んだら、過去はどんな過去かというと、その言葉で一番気づいたの過去。最初にこの言葉を、誰かは自分に対して言ったところ。で、その場面を、ちゃんとその第三目のもの、第三のパーさんからを見てください。そこから、それから自分の過去の自分に着陸してください。そしてその過去の自分にちょっと励ましの言葉をかけてください。でそこから、大丈夫とかこういう言葉ですね、これをかけたらもう一回空に飛んでください。今は自分の過去じゃなくて将来の自分に飛んでください。でその自分、将来の自分のとこで着陸して、将来の自分のとこで着陸してください。そこで着陸したら自分の将来の自分を聞いてください。その最初にその言葉をもらった時にはその最悪の状態だったんですけれども、でも何がその言葉から習ったかって、何が一番ポジティブだったかって、それを聞いてください。それ答えをもらったらもう一回空に飛んで自分のところに戻しましょう。では3番目のステップなんですけれども、自分のところに戻したら何かするかというと、今は20個以上その言葉に対してのポジティブの、自分の習ったものまたポジティブの言葉をだんだん変えてください。ポジティブの出来事を変えてください。ザラザラって、そしてそのプロセスの中で、その家計の中では、多くポジティブの言葉を書くほどその切り離すのプロセスはもっと速やかに進む。で、すぐもう本当にこの20個以上変えたら ほぼ離れていくというのは、人によっても違いますですけど、でもその20個以上変えたらすごくいい効果だと思います。で、それ全てをやったら次、他の言葉にもやってください。そのリストからリストアップしたの言葉、一番高いじゃなくて2番目の高いのランキングを、それも同じくエクササイズをやってみてください。リセブの皆さん、僕はどこからそういう、全ての知識をもらったかというと、自分は自殺未遂になったところ、自分のコーチは僕に自己啓発というのをワールドに紹介したということですね。で、それを紹介した上で、僕はいろんなテクニックをいろんな知識を手に入れたからこそ、何が起こったかというと、現在はいろんな人を助けたりします。もしまだ対人恐怖症を抱いている人だったら、最初はこちらの動画をご覧になってください。こちらの動画も多分あなたの対人恐怖症も解決するかもしれません。もしあなたは対人恐怖症で内向の人で、あまり相談に乗らぬ人はあまりなさそうで、自分も相談窓口になりますので、いかがでしょうか。そのどうやって自分との相談に乗るかというと、下の概要欄で自分のウェブサイトが貼ってあるので、そこでスケジューリングも可能なんですけれども、または普通に個人メッセージにもかけても結構です。そしてエルシェイプの皆さん、僕はこちらの動画を毎日アップロードしますので、明日の動画のテーマなんですけれども、いい代謝で乗り越えるというの方法なんですけれども、もしよかったら
こちら動画ご覧、見逃したくないなら、こちらのチャンネルに登録や通知ボタンを押してください。そしてその動画には価値があったら高評価もお願いいたします。自分が思うのはシェアのケアだから、つまり配りは世話ですので、友達にもシェアしてください。僕はこのチャンネルで何かするかというと、だいたい自己啓発や心理学に基づいていろんな知識を配りしますので、シェアしますので、またはもちろん対人恐怖症対策とかもそうなんですけれども、あとは怠慢対策もそうですけれども、もっと生産性上がるというのもそうなんですけれども、またはビジネスについてもちょっと語ります。例えば Facebook マーケティングもそうなんですけれども、もしよかったらその間でこちらの動画をご覧になってください。では次の動画で会いましょう。